こんにちは、カプリショーです。今回はですね、こちらのハサミを作っていきたいと思います。こんな感じでパクッと挟むことのできる作品です。今回は15センチ角の折り紙を使いました。あまり力はないですが、こんな感じでパクパクッと挟むことができます。とても簡単に作れる作品です。それでは早速作っていきます。
これで出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。